仮分数、大分数について勉強したところで、仮分数や大分数を使った足し算、引き算もやっておきたいと思います。まずは、分数が出てくる足し算算引き算です。どうやったらいいのか、これまでと変わりません。やってみましょう。2まず、そもそも分数の足し算、引き算やねんけど、これは、 分母が同じやったら分子同士を足したり引いたりすればよかったんやね。これを 4+4 やから8分のとかってしたらあかんよね。だって4分の3は4つに分けたうちの3つ分そして4分の2は4つに分けたうちの2つ分なので。 これは8にはならないです全部で4つに分けたうちの12345になるので分のになるもう答えが出ちゃったけどこの分子の部分だけ足し算すればよかったんですなので答えは四分の五になりますよと過分数になりましたそしてこの分数の足し算引き算の答えは仮分数で答えても OK です もちろんこれを帯分数に直してあげてもいい。帯分数の方が整数入っていて分かりやすいわという人は帯分数に直してあげてもいいです。これ帯分数にするとどうなる ?4 分の5の中に4分の4が何個入っているかって言ったら1個やね。5÷4 は1です。けど余りも1あるのでこれね1と1 4分の1。この問題は4分の5。 一一と四分の1どっちで答えてあげてもオッケーです。それじゃ次二番五五分分のの四たす六。さっきと同じように分子を足し算しよう。四たす六は十やね。でこの問題は今過分数で答えてもいいし対分数で答えてもいいって言ったんやけどこれは直してあげよう。んでかっていうと十の中に五は ぴったり2さすがに整数でできる時は整数で答えてあげた方がいいのでこういう答えが整数になる問題は整数で答えてあげるようにしてください5 5 5分分分ののの4 6はそれでは次は引き算です引き算も一緒です同じようにやってください3番3分の5く3分の3は 普通に分子を引き算したらいいよね。五引く三で二です。めっちゃ簡単。三分の二になりました。それじゃあ次四番。七分の十九引く七分の五はいくらになるでしょうこれも分子を引き算したらいいので、十九引く五は十四やね。あれこれも整数になるね。1 4 ÷七はぴったり二になるので、 このよういう時は整数で答えてあげましょう。大丈夫かな。今までやってた分数の足し算、引き算と変わらないよね。答え方は仮分数でもいいし、帯分数でもオーケー。ただし、整数になるときは整数で答えてあげるようにしてください。